今日の試合は俺たちの負けだ。そう、もう一回見返してね。もう一回何がいけなかったのか、なんで今日勝てなかったのか、もう一回分析してみる。そしてもう一回、もっともっとレベルアップしてやる。今日これで負けて黙ってるケイオスの先輩方じゃないんで、必ず何かしらの形でやり返してくれると思う。そして俺は今日試合前にヨウさん復帰宣言してくれましたね。ずっと待ってた。去年のスーパージュニアの決勝を見て、なぜだか俺とヨウさん、俺たちであそこまで行かないといけねえんだって、なぜだかあの二人のヒロムとデスペ、あの二人の試合を見て俺はそう思ったんだ。待ってた、帰ってくるのずっと待ってた。これからも一緒にジュニア盛り上げていきましょう。おい、ケンタ、おい、勝手にお前人の分を持ってくんじゃないんだよね。おい、それからおい、お前試合中ずっとブスブスうるせえんだこの野郎。うちの母親に謝れこの野郎。おい、いいか、おい、そんなことどうでもいい。お前、あの、おい、棒を持ってってただで済むと思うな、この野郎。見てこれ見て、これ見て、こう似合ってんだろ、似合ってんだろ、これな、似合ってんだろ、石川とかよ。まあいいや、ちょっと、え、あんな、なんほんと、あんなブスといたくない、やっぱり。でもこれから大丈夫だから、俺がいるから。え、あいつ本当にブスだからもう一緒にいたくない。大丈夫だから、俺がお前のこと守るから。いた、これ似合ってるだろ、なあ、取り返しに来いよ、ブスてめえ。マジブスなんですけど、近くで見たらマジブスなんですけど。お前試合中ブスって気持ち抑えられなかった、マジで。何回言ったか分かんねえ、ブスって。マジブス、ブスはブス。このコメント中何回ブスって言ったか知ってる？分かる？分かんねえだろ、俺も分かんねえ。マジブス、マジあいつブス、マジブス、マジでブス。分かった、マジで。棒の気持ち、棒、いや棒さんの気持ち、坊ちゃん、分かんない、坊さんの気持ち、あんなやついたくないって言ってるから。マジでこれからはこいつは俺の女。おい、よしよし、今シリーズでよ、一勝一敗の、イーブンだよ、これでイーブンだよ、ってことだよ。もう一回、やるか、もう一回やるか、もう一回、1対1の、シングルマッチやるか、それともよ、お前確かベルト一本持っていたよな、そのベルトをかけてやっちゃってもいいんだぜ、この野郎。ケイオスなんてよ、雑魚ばっかりだろ、ざまあ見ろバカ野郎。なあ、よし、行くぞ。